ダニエレダ・ボルテラ・ダニエレダ、ボルテラことダニエレ・ディッチャレンディは、イタリアのマニエリスム画家、彫刻家。ダニエレは、良くも悪くも、晩年のミケランジェロとの交際で知られている。ダニエレのいくつかの重要な作品は、ミケランジェロのデザインに基づいて制作されている。ミケランジェロの死後、ダニエレは、ミケランジェロ作、最後の審判の世紀を買い,い、 腰巻きで覆い隠すために雇われた。このためダニエレは、イル・ブラゲトーンというあだ名を付けられた。ダニエレが、聖書の絵を装飾した、ピッテオグのファサードダニエラは、ボルテンラに生まれた。少年時代、シエナ派の美術家ソドマとバルダッサーレ・ペルッツィについて、勉強したが、あまり身にならなかった。1535年、ペルッツィに同行して、ローマに行き、マッシモアレ、 コロンネグのフレスコが制作を手伝ったようである。それから、ペリーのデル・バーガの弟子となった。1538年から1541年にかけてダニエレは、サローネのトリブルツィオ・スーキ教の別荘のフレスコが、トリニタ・デーモンティ教会のマッシモケ礼拝堂、サンマルチェロ・アル・コルソ教会の、聖十字架礼拝堂の仕事で、ペリーのを手伝った。それから、ダニエレは、 マッシモアレコロンネクーメインサロンに、クイントス・ファビウス・マクシムスの生涯を描くフリーズの仕事を依頼された。ローマではさらに、ミケランジェロのサークルに入って、仕事をし、ミケランジェロ自身とも親交を得た。ミケランジェロは、ダニエレがバチカンで仕事ができるよう、そして指導監督の地位につけるよう、教皇パウルス三世への発言力を利用し、それは、 パウルス三世が亡くなるまで続いた。ミケランジェロはダニエレに絵の元になるスケッチも与えた。例えば、1541年12月にダニエレが依頼されたトリニタ・デーモンティ教会のオルシーに礼拝堂の連作フレスコ画がそうである。その後、ダニエレはパウルス三世からバチカンの王宮の間の装飾の完成の依頼を受けた。1549年に パウルス三世が亡くなると、指導監督者としての地位と年金の資格を失い、それからは主に彫刻に専念するようになった。ダニエレは1566年にローマで亡くなった。ダニエレの遺言によると、ミケランジェロ作、フィレンツェのピエタのキリスト像の失われた足の大理石の膝は、死んだ直後ダニエレの所持品の中にあったという、ミケランジェロの肖像ハールレム、 パランスミュージアムダニエレの最も有名な絵は、ミケランジェロの素描に基づく、トリニタ・デーモンティ教会の、キリスト効果である。この作品の評価は高く、一時は、ローマで最も有名な絵として、ラファエロの、キリストの変容やドメニキーノの、聖ヒエロニムスの生体配慮と並び称された。ルーブル美術館にあるダニエレの、ゴリアスを殺すダビデの両面絵もまた、 ミケランジェロのデザインに基づくもののようで、長い間、ミケランジェロのものとされてきた。特筆すべき作品では他に、フィレンツェのウフィチ美術館にある、英字虐殺と、ミケランジェロを描いた、スケッチが、ミケランジェロのデスマスクから作った像がある。ダニエレの彫刻で最も有名なものは、ベルベデーレにある、クレオパトラ像である。フランスから依頼された、アンリ2世のブロンズキワ像は、 馬だけが完成し、後に、傍受広場の類13世紀の像に使われたが、フランス革命時に溶かされた。1913年のカトリック百科事典は、ダニエレの画風について、次のように述べている。彼の作品は彩色の美しさ、明瞭さ、優れた構図、力強い真実性、光と影の不思議な対比が特徴的である。 ミケランジェロと密接な関係にあった間は、彼は影響力のある画家であった。そこには、ソドマの完備さも加わって、マニエリスムに富んだ誇張された美しさを備えていた。近年の著者は懸命にもこう言っている。彼はミケランジェロの特色を大げさにし、危険なほど、崇高の高みに足を踏み入れるが、彼の死の落ち着いた作風は持っていないので、滑り落ちがちだ。 現代批評における彼の位置は当時受けたものとは大きく異なり、彼の芸術の正しい見方により近づいている。ミケランジェロ、最後の審判のディテール。キリスト受難の鉄の櫛を持つイブラシウスと車輪の破片を持つアレクサンドリアのカタリナは1565年にダニエラがのみで掘って書き直したものである。 ダニエレはシスティーナ礼拝堂のミケランジェロ作のフレスコが最後の審判に描かれた多くの聖紀や伝部を外野や一軸の歯で覆い隠したことで悪評高い。この作業はトリエント公会議が宗教画の中のヌードを非難した直後の1565年に着手された。ダニエレはフレスコ画の一部をのみで掘ってアレクサンドリアのカタリナとその後ろのイブラシュースの絵を描き直した。 その理由は、もともとの絵の聖ブラシウスがカタリナの裸の背中を見ているように、さらに一部の人々には性行為しているように見えたからだった。しかし、フレスコ画の下の部分の腰布や織物などはダニエレが描いたものではない。ダニエレの作業は1565年の暮れ、ピウス4世の死に中断された。 礼拝堂が新教公選挙のために必要だったので、ダニエレが使っていた足場が速やかに撤去されたからである。ありがとうございます。